俺はユウト、27歳。今日、1年付き合った彼女のアンナにプロポーズした。俺と結婚してください。ユウト。答えは今じゃなくていいから、アンナの気持ちが固まった時に聞かせてほしい。ううん、今言うわ。言わせてほしいの。私もユウトと結婚したい。本当？当たり前でしょ。だって私、出会った時からずっとユウトと結婚したかったのよ。アンナ、俺、すごく嬉しい。同じ会社のアンナは美人で性格も良く、男女問わず人気がある。そんな彼女にダメ元で告白し、交際 OK をもらった時は天にも昇る気持ちだった。でも、プロポーズを OK された今日は、これまでの人生で最高の日だ。早速アンナのご両親にご挨拶に行かないと。いつがいいかな。うちの実家は遠いから、先にユウトのお母さんにご挨拶に行きたいわ。うちの母さんか。うん、わかったよ。ユウトのお母さん、シングルマザーでユウトと妹さんを立派に育てたんでしょ。会うのちょっと緊張しちゃう。大丈夫だよ、母さんだってアンナのこと気に入るよ。だったらいいんだけど。アンナを嫌いになる人なんているわけないだろ。母はいい意味でドライというか、昔から俺が決めたことに文句を言ったりしない人だ。だから結婚もあんたの好きにしなさいと言われると思っていた。ところが、実家にアンナを連れて行った時、空気は地獄のように冷ややかになった。結婚、本気なの？本気だけど、え？何？どうしたの、母さん？三上アンナさん、あなた本気でユウトと結婚したいの？はい。何なんだよ、そんなジロジロ見てアンナに失礼だろ。何か言いたいことあるわけ？そうね。じゃあ言わせてもらうけど、私はこの結婚に反対よ。は？だから結婚式にも出ない。なんで？理由は？理由は、申し訳ないけど気に入らないのよ、彼女のことが。そんな、気に入らないって、ついさっき会ったばかりなのに失礼じゃないか。そうね。でもこれが正直な気持ちなの。言うと、あなたがアンナさんと結婚したいならすればいい。でも、親子の縁は切れると思ってちょうだい。は？アンナさん、わざわざ来ていただいて申し訳ないけど、そういうことなので、お帰りください。泣くなら外で泣いてちょうだい。母さん！母はそれ以上口を開くことはなく、俺は泣いているアンナと共に実家を後にした。ごめん、アンナ。母さんがひどい態度をとって。私、何かしちゃったかな？何もしてないよ。だって会話らしい会話もしてないじゃないか。アンナは何も悪くないよ。きっと母さんは誤解しているだけだ。後で俺がもう一度話を聞くから。本当にごめん。母さんに話をして、それでも分かってもらえなかったら、もう気にせず結婚しよう。そんなのダメだよ。だって、ユウトのたった一人の親じゃない。そうだけど。事故でお父さんが亡くなって、たった一人でユウトと妹さんを育ててくれたんだって言ってたよね。私、ユウトのためにも結婚をお母さんに認めてもらいたい。アンナ、ありがとう。母の態度に傷ついただろうに、けなげなアンナの言葉に俺は泣きそうになった。だが、母への説得は簡単にはいかなかった。どうしてアンナと会うのを拒むんだよ。アンナはすごくいい子なんだよ。私の気持ちはこの前伝えたでしょ。あの人と二度と会う気はないわ。なあ母さん、一体アンナのどこが気に食わないんだよ。どこが？そんなの第一印象よ。は？私はね、昔からああいうタイプには鼻が利くの。言うと、あなた騙されてるわ。なんてひどいこと言うんだ。母さん、俺は悲しいよ。母さんがそんな人だと思わなかった。結婚する前から嫁いびりだなんて、死んだ父さんが今の母さん見たら、きっとショックを受けるよ。そうかしら。受けるに決まってるだろ。むしろ、頑張れって応援してくれるかもしれないわよ。何言って。とにかく、私はアンナさんを家族として認めない。でも、ユウトはもう成人してるんだし、好きな人と結婚したいならすればいいわ。でもその場合は、私と縁を切る覚悟でね。遺産も放棄してもらうし、私の葬式にも来なくていいわ。ああ、そうかよ。じゃあ分かったよ。アンナは母さんに嫁として認めてもらいたいって言ってたんだ。俺のことを気遣ってくれる優しい人なのに、母さんは自分がアンナを気に食わないからって、そんな子供みたいな態度を取るんだな。じゃあいいよ。好きにやらせてもらうから。なんて頭が固いんだ。母は昔から好き嫌いがはっきりしていて、一度嫌いだと思った相手には近づきもしない人なのだ。翌日、俺は仲のいい同僚に話を聞いてもらいたくて飲みに誘った。あの三上さんを気に入らないってマジかよ。だよな。アンナは見た目だけじゃない、性格もいい。なのに母さんはアンナとほとんど話すこともせずに結婚反対って、訳がわからないよ。まああれじゃないか、息子を恋人みたいに思う母親もいるっていうし、やっぱ嫉妬だよ。嫉妬。職悪いこと言うなよ。でもどんなできた嫁でも姑にとっては息子を奪った女だからな。うちの母さんはそういうタイプじゃないと思うけど。
ユートはお父さんが亡くなってるんだろ？お母さんにとってはやっぱりお前への思い入れは強いんだと思うよ。にしてもあの三上さんでダメならお前どんな女連れて行っても結婚反対されるんじゃないか？うん。俺だったら母親より恋人を取るけどね。その様子だと割り切れないって感じか？俺信じられないんだよ。あの母さんがあんな態度取ること。父さんが死んだのが15年前でさ、いろいろ大変だったろうに、いつもカラッと笑って明るい人だったんだ。進学も就職も俺が希望することに一度も反対したことない。むしろ若い時は失敗してもやりたいことやりなって背中を押してくれたのに。親も年を取るしな、老いてくると性格が変わる人だっているよ。老いてくるって、母さんまだ60前なんだけど。けどそうだな、お前の言う通り俺もいざとなったらアンナを選ぶよ。三上さんはお前にはもったいないぐらいの女だよ。わかってるよ。俺は友人との相談の中で母と縁を切る方向に考え始めていた。縁を切ることになるなら凛に報告しておかなきゃいけないな。凛は俺の妹で今年大学を卒業し院に進んでいる。今も実家に住んでいるが研究が忙しくてあまり会えていない。もしもし凛、ちょっと話があるんだけど時間大丈夫か？お兄ちゃん珍しいね、こんな時間に電話なんて。うん、お前に報告があってさ。報告？実は俺は妹に結婚したい相手がいること、でも母に紹介したら反対されてしまったこと、母の反対を押し切って結婚するなら絶縁も覚悟するように言われたこと、全てを話した。あのお母さんが？ちょっと信じられないんだけど。俺だってそうだよ、紹介するときは普通に喜んでもらえると思っていたし。お兄ちゃん、そのアンナさんに本当に不審な点はないの？どういう意味だよ。お兄ちゃんって昔から人がいいっていうか騙されやすいとこあったじゃない。失礼なこと言うなよ。アンナは本当に優しい人だよ。俺だけじゃなく彼女に関わった人のほとんどがそう言ってる。そうなんだ。アンナは母さんに結婚を認めてもらいたいってすごくけなげな子なんだよ。でもそれは無理じゃない？母さんは一度ダメって思ったら絶対ダメって人じゃん。だよな。けど珍しいよね、お母さんよほどじゃない限りはそんなこと言わないのに。やっぱり息子の嫁になるからかな。いやいや、なわけないじゃん。お兄ちゃん、今まで付き合った彼女を家に連れてきた時、お母さんどんな反応だった？どんなって、別に特には。無反応まではいかないけど、普通に挨拶するくらいだったよね。そうだけど、結婚相手となると別なんじゃないか？そうかな。とにかくさ、俺は母さんに反対されても、アンナと結婚したいんだ。じゃあ、縁を切るってこと？そうするしかないのかなって思っている。そっか。お兄ちゃんがそう決めたなら仕方ないね。頑張って。お前、ほんとそういうあっさりしたとこ、母さんに似てるよな。だからこれからは、母さんのことを頼むな。わかったよ。でも、あのお母さんのことだから、私たちに老後を頼ろうなんて考えてなさそうだけど。確かにな。妹との話を終えた俺は、翌日、アンナを呼び出した。え？絶縁？うん。だからもう、俺の母さんのことは気にしないでいいよ。でも、それはちょっとどうなの？仕方がないよ。アンナと結婚するなら葬式にも来るな。遺産もやらないって。とにかく頑固だから。ダメよ！それはダメ！え？お母さんと絶縁なんて絶対にダメよ！だったら私も結婚しないんだから！どうしたの？急に怒って。ユートが、お母さんと私の仲を取り持ってくれようとしないからでしょ？は？どうして私の気持ちを分かってくれないの？ユートのバカ！待ってよ、アンナ！あ、スマホ忘れてる。って、ん？例の件、どうなった？焦ってボロ出さないようにね。なんなら子供先に作っちゃうの持てよ。ママって、アンナのお母さん？通知の文章が気になってしまい、俺は良くないと分かっていながらも、メッセージアプリを開いてしまった。なんだこれ。そこに書いてあった内容は、とんでもないものだった。詳しくは教えてくれないけど、事故の賠償金だから数千万じゃないかな。死亡事故だから保険金もかなり出ただろうし。持ち家だし、ユートのお母さんまだ働いているから、学費以外は手つかずだと思うのよね。堅実に生きてきたって感じなのね。それは超物だわ。アンナ、よく見つけてきたわね。でしょ？会社の飲み会で酔ったところを聞き出したの。ノーマークだったけど、これは逃しちゃいけないって。次の日からガンガン迫ったら、コロッと落ちて簡単だったわ。嘘だろ？どうやらアンナは、自分や両親に貢いでくれるカモを探していたようだ。今まではパパ活や愛人契約などで援助してもらっていたが、もうアンナも27歳になり、若さで勝負できなくなってきた。だから、俺と結婚して母さんに取り入って金を絞り取るつもりだった。母さんはアンナの魂胆を察したのか？だから初対面であんなに冷たくしたのか？あ、何してんのよ！勝手に見ないで！ああ。ユート、私。
俺が母さんと縁を切って遺産も放棄されたら困るよな。目的はその金だったんだから。何言ってるのよ、そんなわけないでしょ。おかしな誤解しないで。お前とお母さんのメッセージのやり取り読ませてもらったよ。最初は冗談かと思ったけど、そうじゃないよな、あの内容は。最低ね。スマホ見るなんて。父さんの事故の賠償金を狙っていたお前に言われたくないよ。何のことよ、私は知らないわ。でも残念だったな。うちの母さんは鼻が利くタイプで、お前の怪しさをすぐに察していたようだよ。お前がどういうつもりで今も両親を援助し続けているのか知らないけど、娘に犯罪まがいのことをさせようとする親は異常だぞ。あなたに関係ないでしょ、私たちどうせ結婚しないんだから。俺は本当にアンナのこと好きだったんだ。だからアンナも自分の親との縁を切るなら、それだったら俺は最初からやり直すことだって。は？バカじゃないの。もともとユートのことなんて好きでもなんでもない。目的はお金だけよ。うぬぼれないで。アンナ、俺は。うるさい。親の遺産を放棄するあんたに興味はないの。もう結婚の話はなしよ。その後アンナとの連絡は一切取れなくなった。連絡先はブロックされており、会社も翌日から来なくなっていたのだ。同僚たちは俺が振られたと思っているみたいだな。まあ当たらずとも遠からずという感じか。正直俺を騙していたアンナを許せない。でも同時に一年付き合って楽しかった思い出は嘘じゃなかったって思いたい。以前アンナから両親の話を聞いたことはあった。その時はごく普通の幸せそうな家族だと思ったが、もしかしたらあれはアンナの空想の家族だったのかもしれない。あんたも大変だったわね。母さんはどこまでアンナのことを気づいてたの？何も知らないわ。でもあの人が家に入った瞬間にゾワッとしたの。それだけ。それだけ？そうよ。もしかしたらお父さんが教えてくれたのかもね。この女はダメだぞって。ああ、俺見る目がないのかな。こんなことがあってもまだちょっと引きずってるからさ。本気で好きだったからでしょ。そう簡単には割り切れないわよ。うん。よりを戻したいの？それはない。多分俺には手に負えないタイプだって思うから。自分のことよくわかってるじゃない。受け止めきれる器ではないわね、ユウトは。はっきり言ってくれる母の言葉に俺は少し傷ついたが、同時に救われたのだった。